やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、僕は今回バッグを背負っていこうと思います。背負ってるよ。俺がまな板、これまな板シートなんですよ。はい、相手についてるよ。気をつけてよ、発言には。発言に気をつける。ゴミがりゴミ、さっきまでみたいなこと言わない、マゾさん。気をつけてね。やめて。最初何からさばく。でもうつぼじゃねえの。うつぼじゃねえ。いや、でも取説もある。鳥な説もあるけど、どうする？鳥？うん。あ、鳥ね。うん。ツボは、叩きにしなきゃいけないから、うん、時間かかんないと。あー、じゃあ一番最初か。最初に、シャカツボ TV で。これ、覚えてない可能性がね。とりあえず、イカと、あれ、ツボを置いといて、出して大丈夫です。あ、冷たい。リミテあるよ。で、あの、あ？リミテあるよ。あ、いらない、いらない。ウツボがクソマガマガしいんだよ。見てこれ。いや、ちょっとウツボ怖えよ。まだサッカーボールやん。じゃあちょっとさばくところをマザーが。マザーさんまずはヨロコトリから。え？あの白のパーカー、高さん着ちゃってもいいや。白のパーカー着んの？ちょっと待って、それプッサンの。プッサンに。黒のやつ1個余ってるけど。別に余ってるわけじゃないけどね。余ってはないよね。使ってもらってやめて。余ってるね。そうそうそう。何にせよでも。じゃあ、佐々さんは上がってきたのを焼こう。佐々さん、触りはしたいけどって言ってた。いや、別に触りたくない。そんな。触りたくない。え？じゃあチェックする？アニサキス？アニサキス。まだ、いや、まだ磨きてないから。あ、行ってここチェックした方がいいの、佐々さん。チェックします。大丈夫？いたら白く光るらしい。やってみて。いないっすね、これ。え、そうさ、そこの筋、この筋は、この筋。これはね、これ鱗です。いるかな。さださんチェック。全部白くなってるよ。いや、もっと白いんじゃない？もっと白いって何？なんか思ったよりも光量がないな。身が生で透明じゃないと透けないからね、ライトで。そうだよ。じゃあ、焼いちゃダメか。ああ、マジか。身うまそうだな。綺麗だ。チェックしときますか。チェック、一応チェックで。アニー？あ、なんかここ、これは白いじゃん。そう、アニサキスじゃない？これアニサキスか。ついに？どう？アニサキス判定士。うわ、これどっち？でも判定士ライト当ててるだけで、アニサキス見ることないもん。うわ、つけてない、つけてないでしょ。これは、こんだよ。それも、うん、そこ置いてるやつは、いいね、洗わないでください。おぉ。いや、マジで、さっきも言ったけど、マザーさん、家庭力の塊だわ。さすがにすごいね。さすがにすごい。うん。ちょっと綺麗なレンタルルームで借りたら、こんなできないの。無理だね。うん、できないね。びっちゃびちゃもん。もうこれ無理でしょ。うん、タスさん。無理。あ、もう無理。今すぐ洗ってほしい、この人は。うぅ、すっごい。肉厚すぎるわ。うわ、うわ、消えそう。炭袋割ったら大変なことになります。もう割れてますね、一個。はい。小学校の時に使った下敷きです。嘘。こいつよく下敷き食うんだよ。そう。うわぁ、これ海に捨てられたらプラスチックってこうなんだよ。これ、そうなの？マジで最悪やん。これ捨てるときプラゴミに入れないといけないんだ。これ？うん。プラゴミ。これ実際なんなの？骨なのか。角度だけは決めた方が良さそうだな。角？角をもうこの角度で、もうちょい角度つけて、うん、先っちょ下に、そうそう、そこの角だけ L 字に決めるんだよ。そう、そこから全部作っていくと多分入る。すごい、薄皮が。すごくないこれ。俺？うまそう、うまい、うまい、うまい。俺な、イカ取ってる。イカか。イカだよ。今のとこイカか。なんで俺なんか。ごめんごめん。何がどこにあるのか分かんない。夢中でイカの皮見、薄皮見てたよ。メロン。メロンそこ。XQが今からメジナを塩焼きにしてくれます。サさんがやるわけじゃない。違うんだよね。違うんだよね。こっち側を向こうにすると、見せて。これで、内側をちょっと待ってくださいね。いろんな角度で俺は。これってクソ細いな。
あ、でもほら、もうすでに、ね、いや、確かそれ3年がね、遅いんだよ、こっちの返し、ミラーの方が鼻赤鼻赤俺だってお前昨日日焼け止め塗ってないって言って塗ってない。ここが L 字の骨で待って、たまらんことしてるじゃん。ほうだろ、これは見本でさばいてもらってる。これ正直ここに骨が入ってるのか知りたい。誰か誰か優しそうな感じでぐれてはいる。まさき大丈夫、あ、ちょっと切れてね。あるある、4、あるだろ。でも触ってる感じマジないんだよな。うまそう。みんな、みんな刺身食いたいんじゃない。そう、あるエイヒレみたいな。うまいよ。ここ釈迦さん、ちょっとお話中いいですか。はい、イカ、イカの耳です。うまいよな。アニチェック出す。アニチェック。うん、ラボチですよ。うまい、うまい、うまいね。で、でもあのブルーライト当てました。マジでうまい。いや、これうまよし。このまま撮ってったらさ、このさ、これがな、これにならない。Qさんマジでさ、そしたらさ、これみたいにさ、くちばし、タバコ吸いながら魚さばいてんの、マジで絵になる。本当は、この中心にある骨の上側に身がこっそりと残ってて、イカのくちばし、魚さばき、タバコ、細ロンゲ。ブレーコブレーコブレーコの日だから。仕事もらった。すごくない？見てこれ。もうさ、すごいいい香りするんだけど。切って食べてみる。もういいの？じゃあ食べれる。切れば食べれる状態。了解。じゃあもうこの端っこちょっと、え、すげえ弾力あんじゃん。え、待って、初めてなんだけど、感触が。こんな感じなんだ。いただきます。あー、こんな感じなんだ。うまい。うん、うまいよ。チェック。めっちゃうまい。ちょっとみんなの分に分けてあげよう。何枚？五枚。五枚ね。切って。長い。ちょっと食ってよ。おい、何食ってんだよ。いや、これからさ、先に食ってもらうよ。ちょ、食って食って。うまい。マジうまい。いただきます。火の入りどう？いいんだと思う。なんでお前が食うんだよ。人数分しか用意してねえだろ。これ食べてなかったの。食べた。いや、これ食べてたの。一番最初に。ふざけんな。俺もいただくか。食え、いく。どうや。もみじおろし。食いたい。あるあるある。マジで、マジでいる。うん。あれ、どうしよう。骨が。骨に当たった。骨が。骨いっぱいある。でもね、うまい。うまいね。うまい。おい。お前お客様か。勝手におにぎりも食ってるし。お前お客様か。うわ、これはいいね。一回開けますよ、鍋。アニサックスって食うときどのくらいで食うんだろう。いや、待って、全然痛い。うわー、でかっ。今一回フェイカーね。フェイカーね。フェイク入ってあげるよ。はい、お願いします。うぅはい、えぐうわうわ、えぐえぐい、えぐい、一番でえぐい。寝てよっか。どう見てるこれ、しよう。すごいこれ、すみわ。ピーガンカレットで、なんか一緒に野菜で仕込んでくれよ。かばやき、かばやきにしよう。うまそうだな。ね、これそうだよね。ちょっと一口鍋食べましょうよ。じゃあ焼きながら。うん。準備できてます。はい、もちろん。乾杯。乾杯。いただきます。うまいな。なんやこのワインチャーのサイズ。豪華にね。映画しか見とこう。全然ネタ見えない。うわ、うまそう。これ何の上焼き、ゲソ。あら、あ、ゲソなのこれ。ゲソと肝だって。あ、甘っ。おらおら、いただきます。ちなみに全然全然ね、
あれ、この辺まで入ってる。なんで？コリコリなんだけど。何の四角。本当にいいわこれ。いくわ。いいよ。インサートなし。どう？熱っ。なんならニンニクまで入れちゃおうかな。これね、うろこです。どっかの上行ってた、うん、俺も鍋は絶対ポン酢つけたい。いやいただきます。あー粉々。鍋いいな。粉々のぐちゃぐちゃ。外で鍋やばいね。この鍋やばい。この鍋やばい。下泣いてない。うわー、マジうまい。今のところ全部食ってきた。おいしいよ。エールはね、飲みやすいよ。ペールエールとかね。スター？はい。まあ、ウツボ探す気ねえだろ。え？スターさん、ウツボマジで、ね、結構やばいっすけどな。でも俺、ウツボやっちゃいそうなんだよね、マジで。事件性があるからさ、俺ウツボ。俺、ウツボ尻尾の方は。行きますか？でもうまそうだよ、スターさん。じゃあ、皮付きで行きますよね。そこまで行ったら皮付きで行く。行かない。いや、皮引けるか、まだ引けるから。何時まで行けるんだよ。行けんだよな。たまに、結構あんまり間違いないんだけど、その強いと覚えてるんだよ。一回間違えたら、間違って、パッと思いついたのに間違ってるってことだけど、とんでもないことなんだよ。頭文字も合ってねえじゃん。なんか、五感だけで言ってることみたいな。IPA 何でね、食ってたら、決めれましょう。おい、ウツボさばけって。スタさん、もう時間的に今やらない。食って食って食っていいよ、食っていいよ、食っていいよ。おぉ、サナス、サナスが剥いてくれたナス。そう、サナス、ナスありがとうね。今めっちゃ真面目に剥いてる。サナさんがめっちゃ下向きながら真面目にナス剥いてる。ありがとうね、サナス。いいって消えて。花赤。さすがにメジナより伊藤より大の方が 100% うまいな。うわ。うますぎる。赤旗国語。国語だね。いい。いい。これはうまいだろ、さすがに。まあ。うまいんだよ。まあ。まあ。あの人間あまりにもうまいと最初切れるんだね。うまいじゃなくてもう。うまいじゃ。なんかレゲエ感じたのに。